あ、首が取れた。怖っ。大丈夫なのか、動画的に。バンされないですかね。大丈夫。はい、皆さんこんにちは、鉄柴西リンクです。今回もご覧の通りこんないでたちでお騒がせしてすいません。今回も前回同様、さっきライブ終わって今お家帰ってきて、この間と言ってること同じですけど、興奮冷めやらぬままね、その勢いのまま動画を撮ってるっていうね。ライブ後のちょっとテンション高い時じゃないと動画回さないのかっていう話なんですけど、はい。すいません。はい、ちょっと勢いで動画を撮ってます。さて、おかげさまで鉄士のダイアクロン騎士動画がね、びっくりするぐらいのね大反響でですね、そう、再生回数とかね、チャンネル登録者数とかね、一気に増えたりね、本当に驚いてます。バンドに一切関係ないネタでね、大反響っていうのも、まあいいのか悪いのかっていう感じではあるんですけど、まあそれも僕らがね、YouTube をやってる狙いの一つだったりするんで、まあそれはいいこととして捉えています。本当にどうもありがとうございます。本当にたくさんの方にね、興味を持っていただいて、本当に感謝しております。ありがとうございます。で、前回のね、基地、皆さん見ていただいて、基地のね、一角に作戦司令室というものがね、設けられてたと思うんですけれども、今回の動画はね、その作戦司令室をちょっと模様替えしようという、そういう動画になっております。今こうやって並んでますけどね、ご覧の通り、XOB さんのね、アイテムをね、ふんだんに使ってですね、模様替えをね、しようと思ってます。決して XOB さんのね、案件を狙ってるわけじゃないですよ。本当に。じゃあまあ案件いただいたらね、ありがたい、嬉しいにこうしたことはないんですけどね。まあたまたまですね、XOB さんのアイテムを使って、基地の模様替え、作戦司令室のね、模様替えをしてみようと、そういう動画になっております。ね、ここに置いてあるものとは別でね、XOB さんのね、商品をね、ちょうど購入させていただいてですね、まあ、それの開封レビューってほどでもないんですけどね、ちょっとまあ、自分が買ったものをね、紹介させていただきつつ、基地の模様替えのね、一部始終を皆さんにご覧いただけたらと思っております。はい。って感じかな。はい。また前置き長くなっちゃったあれなんですけどね、早速。見ていただこうと思います。はい、どうぞ。はい、というわけで早速作戦司令室の模様替えをやっていこうと思います。今このレイアウトはね、前回の鉄士のダイアクロン基地徹底解説の動画で、皆さんに見ていただいたままの状態になってます。模様替えを始める前にですね、事前に何個か説明をさせていただきたいんですけど、今回の模様替えにあたって、使用させていただく道具は全て XOB さんのものでね、統一させていただこうと思っております。ね、決して案件が欲しいからというわけじゃないんですけど、もちろん欲しいんですけどね。もともと案件を意識する前から、この作戦司令室に使う道具は基本 XOB さんのもので固めようというのがね、あったので、はい。つい先日ね、XOB さんからね、いろいろと購入させていただいたばっかりのタイミングで、まだちょうど開けてなかったのでね、今回開封とね、同時に皆さんにも紹介させていただこうかなと思って、はい、なので、XOB さんのものも使用させていただきます。で、ちょっと説明させていただきたいことがまだあってですね、床にこのね、敷いてるこれなんですけど、XOB さんのね、グリッドスチールラバーシート、オペレーションルームセットというものを敷いてます。で、この商品ね、床面にね、貼り付けるシートがね、2枚付属してるんですけどね、その1枚分の大きさがね、ちょうど前回も説明させていただいたメカニカルチェーンベースの
床一面分とちょうど同じ大きさなんですね。なんでメカニカルチェーンベースの床を2つ連結させて、そして今回このねオペレーションルームセットに付属しているねラバーシート2枚をね貼り付ければちょうどいい感じにね形が合うんですね。はい、裏面両面テープになってるんでね貼り付けれるんでね、はい、XOB さんの、ね、ラバーシートのすごく大きな特徴と言っていいと思うんですけど、スチールラバー製なのでね磁石がくっつくんですね。なんでこのダイアクロンタイン足にねちょっとピントが合わないけど足にダイアクロンタインの足にはね磁石が入れてあるんでこの XOB さんのねシートにこうやってくっつくんですよ。うん、磁石ないとこだとね全然立たないんですけどもちろん全然立たせるのすごい難しいんですけど磁石がくっつくんで、うん、こんな感じで簡単に立たせられるんですね。はい、というとこかな事前に説明しておきたい情報は。じゃあね、早速模様替えをね始めていこうと思います。作戦指令室に使われているコンソールですよね。これね、これもXOB さんのものなんですけどね。これはエイリアンコンソールといってね、おそらくワルダー隊員、ワルダロイドたちのね、ためのものだと思われるんですよ。言われてはないんですけどね。この名称がエイリアンコンソールなんで、地球外生命体用のコンソールなんですね、おそらく。裏面に磁石が仕込んであるんで。こんな感じでね簡単に立つんですけど、うん、で僕は地球人用のコンソールを今まで持ってなくてですね、で別にエイリアンコンソールだからといってねダイアクロン隊員用に使っちゃいけないというルールは全くないんでね、しかもデザインがこんな感じでとてもかっこいいんで僕の基地の作戦指令室にはねこのエイリアンコンソールを使用させていただいたんですけど、まあ、今回地球人用のコンソールが手に入ったのでちょっとこのエイリアンコンソールは一回外してですね、地球人用のものに取り替えようと思います。はい、はい、模様替えを今回するにあたってですねスチールラバーシートオペレーションルームセットですね、こうやってデザインがされてるんですけど一応このね枠があってですねこの一応枠に XOB さんが推奨しているアイテムを置くと、まあ、XOB さんが推奨しているレイアウトにできると、うん、いうことなんですよね。この枠にねこのコマンダーテーブルを置くっていうのが推奨されているやり方なんで今までそうしたかったんですけどいかんせん物が僕持ってなくてですねそれができなかったんで今回ほぼほぼのものがね揃えることができたんで、はい、なんで装備さ推奨のレイアウトの仕方で組んでいこうと思います。で、今回手に入れたヒューマンコンソール 2.0 ですね、うん、これを今回ねこの基地にね置いていこうと思いますよ。はい、これだけ手に入れました。どんだけ買うねんって感じですけどね。装備さん、一回在庫がなくなってしまうとね、次発売されるのはいつになるかね、わかんないんでね、買えるときにね、たくさん買いたくなっちゃうんですね。うん。僕のような迷惑な人間がいるんでね、おのずとすぐに売り切れてしまってですね、うん、まあ、ちょっと争奪戦のような感じにもなってしまうんですけど、発売開始時間もね、アナウンスされるので、事前に。なんでアナウンスされた時間ねスマホの前で全裸待機をしてですね発売開始と同時にアクセスすればおそらく手に入れれるんじゃないかと思います。開けてきます。はい、すごく細かなデザインがされてますけどコンソール本体が2つとこの本体を置けるねスチールラバーシートですね、まあ、僕今回はねこの大きなスチールラバーシートに置くんで、まあ、これはね使用しないんですけど、はい、ネオジム電池、あ、じゃあ、ネオジム磁石ですね。うん。これをですね、開いてるこの穴にね、差し込んでですね。うん。そうすると、磁石が、ね、内蔵されるんでね、このラバーシートに、ね、くっつくという、そういう仕様ですね。今、磁石を入れました。はい。こういう感じでね、磁石をね、入れたんで、
付属しているね、シートにもね、もちろんくっつく。で、くっつくとこうやってね、しっかりマグネットでね、くっつくんでね、こうやって、ちったちょっとじゃ動かないです。はい、素晴らしい。ちょうど、コンソールを置いた方がいいですよ、みたいなね、推奨されてる枠が、このシートにね、デザインされてるんで、そこの枠に入れてきます。隊員が倒れた。隊員ちょっとどいてもらおう。はい。うん、こういう感じですよ。いや、いいんじゃないですか、これ。素晴らしい。うん。で、これね、さっきいっぱい買ったのね、見せたと思うんですけどね。買った分ね、全部置いておきましょう。はい。よし、全部磁石を、くっついた、磁石くっついてるんでね、ちょっと大事故が起きやすいんですけどね、ちょうど大学の隊員もちょっと退場していただいて、ドキドキ、邪魔だよ。とりあえず、ヒューマンコンソール 2.0 の設置は完了と。で、続きまして、コマンダーチェアを コマンダーチェア 2.0& テーブルセット。これのね、設置をね、していこうと思いますよ。はい。で、この商品のセット内容がですね、コマンダーテーブルですね、と、でこのコマンダーテーブルの中にも、先ほどのコンソールと一緒でね、これにあったマグネットシートとネオジム電池、ネオジム電池って言いたくなるな。ネオジム磁石ですね。うん。本体、コマンダーテーブルとマグネットシートと磁石の3つが、ここに付属してます。で、コマンダーチェア 2.0 ですね。うん。お偉いさんが座りそうなね、椅子ですよ。まあ、もともとこれ1個ね、僕の指令室に置いてて、これですね。大学の隊長ですよね、うん。この作戦指令室を仕切る隊長がいかにも座ってそうな、ちょっと重厚な、うん、すごいな、デザインが。ね、そう。これもついてきます。これはね、なんぞやっていう感じなんですけどね。これも、もちろんスチールラバー製になってて、まあ、ハサミないし、カッターないしね、なんでもいいんですけど、これをカットしてですね。カットするとこのコマンダーチェアのちょうどここにはまるんですね。うん。なんでいろんなデザインがあるんで、気分によってこれをね、入れ替えたりして、まあそんな遊びができると。なので、コマンダーチェア 2.0& テーブルセットの内容は、これと、これですね。この3点がセット内容になっております。早速ね、このコマンダーチェアもね、開けて、基地に設置しておこうと思います。はい。で、同じようにね、裏面に、ネオジム磁石を、入れ込みます。はい。この人たちはちょっと、退場してもらって、どんどん大学の隊員がいなくなっていく。設置が、レイアウト変えたらね、また戻してあげるんで、はい。いいじゃないですか。出来上がってきましたね。楽しい。テンション上がる。で、ダダンと。かわいいじゃないですか。うん。いいっすね。素晴らしい。うん。上がるね。で、本当にね、この部分に椅子もね、置きたいとこなんですけど、ちょっと椅子、今回、僕持ってないんで、椅子はちょっとないですけど、また、買ったらね、椅子も置こうと思ってますよ。はい。で、隊員をどんどん設置していきますよ。退出いただいた隊員たちをね。動きをつけてあげてね。いいじゃないですか。
帰宅したらね、一人でずっとこういうことをねやってるわけですよ。あの僕外ね出歩かないんでね、浩二くんとかね、ともきさんとかね、お友達が多くてね、いろんなねお友達とねよく遊んでる写真をね見るんですけどね、僕はちょっと一人でこうやって遊んでるのが好きなんで、あんまり出歩かないんですけどね。あ、首が取れた。あ、隊員の首がどっか行った。これね、一回なくなるとね、あ、こっか。ここにいるな。はい、チョンパした首をね、手術で戻しましたよ。はい。一個これ設定が思いついたぞ。こいつは、ワルダー隊員。ワルダロイドってことにしよう。ワルダロイドは人間じゃないんでね、で我々の常識は通用しないんでね、首が取れてもね生きられるんですよ。うん、なんでこいつはね、あのワルダ隊員で、ワルダのねスパイとしてダイヤコの隊員に潜り込んでる悪いやつという設定にします。はい。楽しいな。でまあ、今これあのレイアウトをね、エクソービーさん推奨のレイアウトを組んでいくっつってねやったんですけどね、別にこのですね推奨された通りやる必要は全くなくてですね、うん、これあのエクソービーさんのツインコンソールって言うんですけどね、ヒューマンコンソール2個分ぐらいの大きさあるのかな、3個分ぐらいあるのかな、うん、結構大きめのコンソールですね。でこれ別にこの辺に置いてもいいし、今回あのね選抜落ちしたこのね、エイリアンコンソール。これも別にいいんですよ。あ、そうそう。ちょうどここにワルダー隊員、この間紹介したね、あの、いいやつなのか悪いやつなのか、謎な闇の深いワルダー隊員ね。こいつには、あなたが一番好きなエイリアンコンソールをあげる。はい。うん。遊び方自由なんでね、どこに何を置いたっていいんですよ、別に。うん。ね、こんなことしたっていいんですよ。うん、これはちょっとまずいけど。うん、あ、取れた。よ、うん。あの、ちょっと時間かけて遊びすぎて iPhone の照明がちょっと切れちゃって今使えないんで、ね、別格からちょっと照明持ってきたんで、なんかちょっと明るくなっちゃったんですけど、はい、気にせずご覧ください。で、ね、いい感じでだいぶ仕上がってきましたよ。うん、ちょっとごちゃごちゃ起きすぎだな。こんなぐらいかな。うん。焼きすぎはね、良くないですよね。こんなもんかな。うん。うん、いいんじゃないですか。うん。いや、でもこれ、エイリアンコンソール、マジでかっこいいんだよな。この一個一個色がね違うんですよ。これは黄色で、これ青だって。すごいですよね。こだわりが半端ない。うん。置きたいな。まあでもこれはまた別のね、基地遊びは無限大なんで、別にこれだけでね終わりじゃないんでね。どこにだって、あ、どこにだって置けるんでね。うん。これはまた別のとこに置くとして。まあこんな感じじゃないですかね。とりあえずは。うん。いやいやいや。いいじゃないですか。ちょっと本当はね、この僕あの A 型で几帳面なんでね、こういうちょっとずれてんのすごい気になるんですけどね。あのそれを直そうとするとマジでね、無言でやって、無言のああ大事故。まあいいや、とりあえず、うん、大事故が起こっちゃいましたね。うん、ワルダロスギガンター、巨大なワルダロスギガンターに襲撃されて基地が一部吹っ飛んだ。基地が一部吹っ飛んじゃったっていう設定にしとこう。うん。
ね、作戦司令室の模様替えをしようっつってね、意気揚々とこの動画撮り始めたけどね、結果的にあの前よりも寂しい感じになっちゃいましたね。まあいいや、動画撮り終えた後でちゃんと直しますよ。はい、そう、あのね、基地遊びはね、こういうことがあってですね、いろあっちを触ってたらこっちがね取れちゃったりとかあるんですよ、いろいろ。うん。はい、壁なくなっちゃってちょっと寂しくなったから、やっぱちょっと適当に置いとこう。うん、はい。あ、大事故。いいんじゃないですか。なんかもうよくわかんなくなってきたけど、まあなぜ僕が今回伝えたかったのはね、このエクソービーさんのこのね、いろいろなアイテムですよ。このコンソールとかね、うん、コンソールにこういうね、全コンソール、ね、コマンダーテーブルにコマンダーチェアとね、うん、このエクソービーさんのアイテムの素晴らしさを見ていただきたかったんで、僕の遊びはまあついでというかね。うん、そういう感じなんで、あのエクソービーさんのアイテムの良さがね、皆さんにお伝えできたらいいかなと思うんですけど、いかがですかね。はい。まあそんなとこか、そんなとこですね。あ、そうそうだ、ついでじゃないけどね、ちょうどさっきあのまた一つサスペンス要素みたいなね、こいつ実はワルダーだったっていうね、サスペンス設定が1個できたんでね、こいつを使ってちょっと遊ぼう。で、あのさっきも説明したんですけど、マンドテーブルにはね、こういうオプションパーツが付属してくるんでね、切り出してこれ、ここのデザインを、ね、交換することができるんですね。こうやって今外して、これをねデザイン一つでね、コマンドテーブルが手術台に早変わりしましたよ。はい、なんでこいつ首をさっき取れましたけどね、そう、別に取っても大丈夫なんですよ、ワルダーなんで。首取っちゃった。はい、取れた首をここにちょこんと置いといて。怖っ。これ大丈夫なのか、動画的にバンされないですかね。大丈夫かな、大丈夫ですよね。首をチョンパされたワルダーですよ。どんな設定だったっけな、自分でどんな設定にしたか忘れちゃったな。ん、人体改造ダイヤクロン、違うな、忘れちゃったな。分かんなくなっちゃった。まあ首がもげても元、うん、分かんなくなっちゃった。まあ何が言いたかったかっていうとね、こういうあの付属してるね、このオプションパーツでね、こうやって手術台のね、を演出することができるんでね、まあこういう感じで首ちょんぱさしてね、手術中ですみたいな、うん、こういう遊びもできちゃうと。だいぶ闇が深いな、この遊び。僕にうってつけじゃないですか。これいいなこれ。まあこれを作戦指令室に置いていけないんで、これまた別の僕のあの見せられない普段の見せられない方のやばい遊びの時にこれ使っちゃおう。はい、はい、とりあえず以上、 Thank you。 はい、というわけで最終的にこんな感じでね、仕上がりました。うん、我ながら非常に満足のいく作戦シリーズがね、仕上がったと思いますよ。はい、いいっすね。うん、いい感じじゃないですか。はい、あ、例のダイヤクロン隊に扮した訳ありのワルダーが
佇んでますね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどね、これよく見るとですね、首はこっち向いてるんですけどね、首から下はね真逆の方向向いてるんですよ。はい恐ろしいというわけで、訳ありワルダー隊員、最終的には僕の大好きなサスペンスホラー、どんでん返しの超バッドエンドで終わりました。はい以上です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。笑いあり、ハプニングあり、グロありと、非常に盛りだくさんの内容となったと思うんですけど大丈夫だったんでしょうかね。こんな動画をね、大勢の人に見せていいもんなのかちょっと戸惑いつつですけど、はい、まあでもね、この動画ご覧になっててね、特に僕みたいにね、ロボット玩具の基地遊びをねされてる方は、まあ皆さんね、こんな感じなんじゃないかな、うん、多分、うんたまたま僕は動画回してますけどね、多分遊んでらっしゃる方はね、大体みんなこんな感じで楽しんでるんじゃないかなと思います。はい、うん、うん、って感じかな。うん、でまあ今後ね、僕の動画っつうのはね、まあこういう感じでゆるいと言いますかね、多くのレビューアーさん、 YouTuber のね、レビューアーさんみたいにね、製品の良さをねすごく丁寧にお伝えするとかね、そういう動画が僕できないもんですからね、まあ毎回大体こんな感じの、なんか僕が勝手に遊んでわちゃわちゃやってる絵を皆さんに見ていただくっていうね、うん、一体どこの層に刺さるのかよくわかんない動画になってくると思うんですけど、うん、まあね、それでも楽しんでいただける方がいるんじゃないかなと思って、はい、引き続きそんな感じでやっていこうと思っております。はい、とは言いつつも、まああれですよ、そんな皆さんにはもちろん楽しんでいただけるような内容をお送りしたいという気持ちはすごく強く持ってるんでね、はい、なんで僕のねロボット遊びに引き続きお付き合いいただけたら幸いに思います。はい、ってな感じですね。多分次はメイクしてない気がするけど、わかんない、またメイクしてるかもしれない、わかんないけど、うん、フル武装鉄士なのかノーマル鉄士かちょっとわかりませんけど、うん、また次の動画でお会いしましょう。ではでは、ってことで、はい、それでは皆さん、また。I'm gonna get the dead, I'm gonna get the dead